ラッキーガールランキング、そう、すごいなんですよ、びっくり。ラムさん、ケンチンジルさん、 DJ ケンチンジルさん、ありがとうございます。およう、なっちゃん、ありがとう。イシケンマシンさん、ありがとうございます。おはよう。夏みかんさん、ありがとうございます。すごいよな。すいません。よし。つーもさん、ありがとうございます。かずちんさん、ありがとう。朝から炭酸、そうだよ。ななしさん、ありがとう。お熱中。今日なんか目が腫れてる。リリーベお疲れ様、ありがとうございます。リリーベ楽しかった。出張公演だけど、スタジオのトレーナー来てもいいかな。もちろん。朝からオフオフ。おはよう。もっといいですよね。かわいいですね。ありがとうございます。昨日あれじゃん、あげたんじゃん。いちご大福さん、ありがとうございます。東京特許許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 東京特許許可局局長さん、ありがとう。何変わらんか。陸は行くよ。お、と何位から何位ですか？足にね、内身ができちゃった。どうしよう。足に。3箇所ぐらい。
ぐさん、ありがとうございます。東京特許許可局局長、急遽なんだったっけ、急遽なんちゃら許可。うん、転んでないんだけどね。おはよう。東京特許許可局局長、許可局局長、今日急遽休暇許可局、今日急遽休暇許特許許可局客読むのが難しいな。急遽許可拒否。おはよう。そう、一生懸命です。カニミチュ、やめろ。おはよう。うん朝は口が無理。ミチュは視力良いですよ。おはよう。東京特許許可局局長、今日急遽休暇許可拒否。これな、知ってるやつ。おはよう。大学行ってくれ。行ってらっしゃい。はい。今日唇塗ってないんですけど。まあまあ。ちょっと赤い。視力良さげな感じする。本当？でも結構ね、ゲームしたりなんか携帯とか近かったりするけど、目がよく悪くならない。ありがとう。タニモン、ありがとう。マサイ族。今日は出張公演があります。アモズさん、ありがとう。そう、 AKB 劇場さんで。オンデマンドで見ます。ありがとうございます。そう、スピンに近い方が好きかも。本当？今どうですよ、どう？でも暗いから分かんないよね。ゆうとアットマークさん、ありがとう。暗いから大丈夫かなって思って。そう、矢野さん、そう、家じゃないよ。家じゃないよ。AKB 劇場さんは初めてじゃないです。もう1月6日、去年の1月6日に一番初めに初めて来たのと、あと出張公演で何回か来させてもらったのと、ほぼすっぴんじゃなくて、どうですよ。おはよう。ゆらゆら、ゆいりーさんのソロコ行った。いいな。おはよう。ホテル。直樹さん、ありがとう。うん、確かにめったにないこと楽しみます。年明けてから
がってない。あら、会いに来てください。楽しんで。ありがとう。日頃みんなに見てもらってるの成果を頑張るね。元気。コウコちゃんが構ってくれない。あら、でもい最近コッコなんかデレデレしてる。声小さい。そう、同室の子が寝てるからね。ちょっとちっちゃめです。人落ち巡り待ってる。ありがとう。元気もりもり。グッモーニング、グッモーニング、グッモーニング。そう、磯がいいね。ナナッシーさん、ありがとう。卒論頑張って。頑張ろう。シャン君、ありがとう。 A 剣、懐かしい。相撲はあんまり見ないんですよね。でも稀勢の里さんは知ってるよ。おはよう。おはよう、好きだよ。お、朝から朝からありがとう。朝がしんどい。でも9時ってもうさ、そんなに朝じゃないよね。ちょっといつも7時に配信しよったきりさ、7時はさすがに朝じゃけんさ、もうグラングランするけどさ、9時は大丈夫。9時はいける。最近オムライスが食べたい。おはよう。9時っていい感じ。12時までが朝。まあ確かにね。遅刻して見てるから眠くない。くしゃみでしょ。ふわふわ派ですか、包む派ですか。ふわふわ派です。ふわとろ派です。トースターの隙間に落ちたものと戦ってた。あれ、グッドボーイさん、ありがとう。はよ。最高で何回連続くしゃみしたことある。え、でも10回は行ってるよ私。自主休校みんな
今はデミグラスが食べたいな。味噌です。はいよ。今日で20歳になった。お、ゆうごさん、ゆうごさん、お誕生日おめでとう。ゆうこさん、おめでとう。そう、ちょっと音量を下げるコツをね見つけたからさ。ゆうじくん、ありがとう。ちほちゃんの耳たぶが好きなんじゃなくて、耳たぶが好きだから人の耳たぶ触ったんです。おめでとう、ゆうごさん。最近よく夢に見て出てくる。私も今日 STU の夢見た。サニモンさん、ありがとう。みんなの触りたいですね。ダムドさん、一斉さん、みずほさん、ありがとう。ね、ちほちゃんの顔めっちゃ嫌そうだったよね。ちほちゃんから触ってって言ってきたんですよ。でもなんかね、なんかのイベントに出る夢で、でも48グループ全体のなんかイベントだったんですけど、大手ゆりさんの衣装を着て、なんか NMB さんに衣装を借りて、おはよう、また自作自演、何が微笑ましかった。あはん、で、なんか借りて、で、あの自分のが大手ゆりさんので、で、大手ゆりさんが髪飾り貸してくれたり、そろそろ落ちます、ありがとう、見てくれて。はいよ。で、あとなんか広島の街を自転車で爆走してた自分が雨降ってたのにめっちゃ自転車こいでた。りょうへいくん、ありがとう。雨降ってたんですよ。でも自転車下手でさ、私あんまり乗ったことないから、夢の中でも下手でね、なんかやばかった。あとなんか、まあ、食べに行きます、ありがとう。普段乗らないから方向転換が苦手なんですけど、方向転換っていうか U ターンが苦手なんですよ。 U ターンが苦手で、夢の中でも、でも夢の中人がすごくて、めっちゃ人いた中で、なんかお祭りなんですかっていうぐらい人がいた広島の街にね。街でもないんですけどね、広島っぽい街並みで、で
人がいる中で U ターンしなきゃいけなかったんですよ。 それで U ターンしたらめっちゃ下手で、しかも雨降ってたから滑りそうで怖くて、そう危なかった。こけなかったけど、こけはせん。でもその後が怖かった、めっちゃ。なんかその STU のライブ、 STU がライブに出る夢と自転車の夢と、あともう一個なんか寝とってからさ、夢の中でパッて起きたら手に歯ブラシ持ってたんですよ。歯ブラシと歯磨き粉持ってて、自分はパッて起きてあーってなんかふわふわしてたんですけど、みんながすごい焦ってるんですよ。でもみんなって二人部屋、ホテルの二人部屋に泊まってたのに、なんか自分が寝ててかのんちゃんと一緒に泊まってたんだけど、かのんちゃんがなんか起きとって、他にもいっぱい人がいたんですよ。マネージャーさんとか、なんか自分もさ、自分がさ今使っとるさ、あの歯ブラシとさ同じものを手に持ったんですよ。なんか旅行セットみたいな。てけんなんか、あ、自分のいつの間に自分で自分のを持ったんじゃろって思ったら、枕元に自分のがあって、でかのんちゃんはそれじゃ使ってないから、これ誰のだってなって、なんかまあそれは関係ないんですけどなんかお風呂場でなんかお風呂場が燃えてるじゃないけど、なんか警報鳴ってて早く止めなきゃみたいななっててね。自分はさ夢でさ、夢で寝とったけんさ、何があってそうやってなんか止めなきゃってなってるのか分かんなかったんですけど、でも自分が歯ブラシをさ持っとるけんさ、なんか自分が何かをしてこうなったのかなって、みんなが今焦ってるのかなって、なんかなんて言うんだっけ、浮遊夢、夢の中、夢の夢でなんかさ歩いていくやつ、浮遊夢、なんかさ夢の間にさいきなり立ってさ歩いたりするやつあるじゃん。それなんて書いてあるかわからんね、もう感じてけそう、それでなんか自分がやらかしたんかと思ったんや、お風呂場で。でもなんか私ですかこれやったのごめんなさいって言ったら、なんか大丈夫だよみたいな言われて、あ、なんか自分ですよとも自分じゃないですよとも言われんかったけど、なんか別にそんなに大したことじゃないぐらいの大丈夫ですよみたいな感じだったけん、あ、大丈夫なのかって思ってもう一回寝ました。でも結構焦ってた、皆さん大人。そうおはよう。そう、何のどういう意味の夢だったんじゃろう。そう、夢の話。無遊病。
のぐらいがいいな。皆さん、なんか夢見ました？最近。目が覚めたら泣いてた時がある。おー、昨日めっちゃ怖い夢を見た。気になる。歯がボロボロ落ちていく夢、怖い。見た。何見たんですか？初夢以来見てないなあ。初夢見れたならいいですね。でも初夢見れなかったからな。空飛んでる夢、お、いいね。コウコに抱きつかれるのをミチに見られてる夢を見た。幸せじゃん、コウコに抱きつかれるなんてね。女の霊がいきなりコンタクトレンズがどんどん大きくなって入らない夢。面白い。そっか。朝からアイス、いいな。朝夢かも。やばいじゃない。え、大瀬良選手結婚したんですか？大瀬良選手、マジ？嬉しい。やばい。最高じゃないですか。子は斧で切られるよね。浅田真理さん、やばい。ショックじゃない。だって最高の組み合わせじゃなくない、ないですか？やばい、最高の組み合わせですよ。よかった。なんか、おめでとうの LINE してあげた。誰に？お知り合いではないので。浅田真理さん有名ですよ、広島で。めっちゃ可愛いんです。可愛いか、美人で可愛くて笑顔ですごくいい方なんですよ。すごい。でもなんか噂では聞いてたことあった、ディズニーシーでプロポーズ。何してるんですか、やばい。わー、やば。おお、やば。テンション上がった。やばいね、ロマンチック。そう、
高。家のリビングありそう。ディズニーコンっていうんですか。ディズニーコン。可愛かった。あずまえさん。調べたら来たの。朝食はじゃがりこですか。よくわかりましたね。そう。ねえ、すごいんですよ。めっちゃ可愛いんです。おー、いいね。よかったよかった。サラダ味、そうサラダ味、嬉しい。はなちゃんありがとうございます。いいね、いいペアや。最高。やばい、最高。野菜ジュース飲んだよ昨日。いいねいいね。サラダ味返してみてくれか。自分も3個ぐらいある。家に、家じゃない、ここホテル。朝から微笑ましいニュースですね。確かに頑張ってほしいね。レインさんありがとう。いいねいいね。今日頭働かん日。わかる、そういう日あるよね。そういう日あるよ。何も考えず生きていきましょう、そういう日は。60歳。結婚とか想像つかなくない？めっちゃお腹鳴った。恥ずかしい。確かに。でもよく早そうって言われる。リクエストアワー。うん、確かに早そう、早そう。聞く手って何？ここにいる人みんなミスと結婚したいと思ってる。思ってないよ。料理下手だから。行動力ないです。そういうのにはないですよ。自分からいけないから。あーよ、だからそう、釣りとか苦手なんで、釣ってって言われるのとかだから苦手なんです。そっかそっか。ね、魚釣るポーズ、そうしてますよ、よいしょって言ってる。
だからね、そう。そうなんです。釣ってそう、本当。はい。そうなんです。しないですよ、かなちゃん。釣ってって難しいよね。そう、わかる。でも、そうね。じゃあ公園で釣られる気まま、うん、釣り、中身ゼロの話するのが好き。本当に私中でも、うん、そうね。足釣るの上手。私も肉釣る。何時までやるの？50分。中身 10% ぐらいある。本当？ありがとう。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。おはよう。でも釣りを別に上手になろうとは思わないんだ。もうできないから。こういう人間だって思ってる。そっか、いろんな やり方があるんですね。褒める。確かに釣られすぎて DD になった。あらら、あらら。果汁 30% ぐらいのオレンジジュースが好き。飲みたい、飲みたいな。いじられる方が好き。面白い。確かに自分はよくでも釣られてますよ、皆さんに。うーん、おやすみちゃん。本当にそう。タクゾさんありがとう。かわいいとか好きって言われたらね、ってなるよね。そういうこと言えばいいのか。私そう単純だからやばいんですよ。すぐ言う。すぐ言う。嘘じゃん。すぐ言うけ。そうかそうか。はいはい。ダメよ。はい、じゃあ壇上を読みましょうかね。
はい。13位、ムートンさん。12位、キサラギカールさん。11位、ヒョウさん。クラ。10位、イクオワイワイさん。ワイワイ9位、ハナちゃん。8位、ソウさん。7位、ナオキさん。6位、タクゾさん。5位、ナナシーさん。4位、ツーモさん。3位、鼻声？ナッツみかんさん。2位、アモズさん。そして1位はルルルルルルン、じゃじゃん、ダダダダンボさん。ありがとうございました。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はドゥルルルルン、じゃじゃん、みずほさん、ラッキーガール、ラッキーガールです。ありがとう。私も頑張って、頑張り、頑張ってまた後で。それでは今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。私オーディションナンバーが22番だったんですよ。だからいつも22位の方をラッキーナンバーって言って、そう呼んでるんです。壇上じゃない方のね。それではまたね。頑張ります。出張公演行きます。待ってます。ありがとう。朝から、今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトログ、せーの、エリエリオー、頑張る、頑張れ、頑張ろう、頑張りましょう。バイバイありがとうございました。最近前髪が増えてきた。ありがとうございます。バイバイ。おでこ、ありがとうございました。頑張る、頑張れ、頑張ろう三段活用、確かにいいね。バイバーイ、ありがとうございました。頑張って、またね。頑張れ、頑張ろう、頑張る、バイバイ、ありがとう。 Thank you。また。